いよいよ納車ですね。どこにあんの？わかんねえ。いやあ、ダメです。ホームです。ね。これだ、これ。あ、そうですね。これだ。ホームランです。うん。めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれ。このソファ欲しい。いいね。ここコンテンツ可愛い。かっこいいね。ここにサンタの写真を置く。テーブルかっこいいな。これかっこいいね。どこに行ってんだろう。でもキラコイどこかじめ。確かに。こんにちは。すみません、失礼いたしました。あ、ありがとうございます。今ちょっと車前出すんで、あ、出てきましたね。かっこいい。止まった。はい、行こうか。かっこいいね。外した純正部品だったり中に、はい、詰め込みさせてもらってます。かっこいいっしょ。やっぱこれドキンだね。かっこいい。いや、いいですね。まだどこにいるの？迷っちゃうな。一番後ろ。ここにあのポータブルバッテリーの電装くん、はい、配線、はい、来てますんで、はい、まあ、伸ばせばそっちまで伸びていきます。はい。はい、おー、ケーブルも変わってるよ。高級感があるよね。高級感。いいね。テンション上がってきたよ。
書類の説明もさせていただけたら、はい、あ、これ、あ、いいですね、はい、初めての買い物がコストコなんですよ。そうなんですね。このまま直行っすね。直行っす。閉めます、はい、ありがとうございます、はい、この間のグーグルのってできました、ね、やりました。あの、あとすぐ、あ、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ多分あのこれから反映されると思うんで、はい、ちょっと確認しておきます。で、それとすみません、かぶっちゃって申し訳ないんですけど、同じ内容でいいので、ここはあの、まあ、一言二言書いていただいて、はい、ちょっとこれ書面でいただいてる口コミになるんですけど、今あのエアコンフィルター取り付けてきますんで、はい、ちょっとその間にここ5段階評価ですね、ちょっと書いてもらって、はい、ニックネーム何か一ついただければと思います、はい、まあ何でもいいんですけど、はい、ただアドレスと番号はいただいてるんで、はい、あの書かなくて大丈夫です、はい、で、ここの写真、最後あのご納車の記念写真いただくので、はい、まあよかったらちょっとうちのネットにもあの、まあ、ご納車の S 様っていう形で載せて、うん、あの掲載させてもらえればと思います、はい、なるべく OK つけていただきたいと思います、はい、はい、ちょっとこれ書いておいてください、はい、今フィルターつけていきます、はい、でこちら僕の説明聞いてからここ署名 と、今日の日付と署名いただきたいです、はいはい、で今回適用となる場合は、まあ、普通に使っててもちろん発生した自然故障、まあ、全部適用になるんですけど、ここで説明するのが適用にならない場合、例えば、まあ、車を無理に動かしたりとか、まあ、なんか無理な操作をして壊れちゃったとなると、それはちょっと保証対象外になっちゃいますので、お願いします。であとこちら点検オイル交換等が未実施、うちの方からハガキが、まあ、ちゃんと行きますんで、まあ、うちだったりディーラーさんだったり、あのちゃんとメンテナンスオイル交換はこまめに行っていただくようにお願いします。じゃないとあのノーメンテナンスですよねって要は突っ込まれちゃう、ここだけお願いします。であと加入者負担金の支払いは契約書でいただいてますんで、これいらないです、はい、で故障連絡入庫の期限はここでも説明させてもらう通り、何かあったら2週間以内に連絡を欲しいです、はい、じゃないと、2週間経っちゃうと保証対象外になっちゃう場合がありますので、ここだけお願いします、はい、で修理に含まれない費用については、1番各種点検費用、さっきのオイル交換代とか点検代は自己負担になりますので、お願いします、はい、で2番目と3番目ちょっと重複しちゃう部分もあるんですけど、消耗部品はあの対象外になります。ブレーキパッドとかワイパーの方とか、はい、その辺が対象外になってきます。で4番目代車代宿泊費に関しては、代車はうちの方で不具合があれば、まあ、無料でお出しできるんですけど、宿泊費に関してはあの任意保険とかのメイドサービスとかが適用になりますので、はい、そっちはあの任意保険で賄うっていう形になります。でこっちは故障連絡は2週間以内にお願いしますっていう内容になってます、はい、でこの裏面はあの保証会社さん一律で出している部分なので、ハイブリッドとか、まあ、関係ないことも書いてますので、こちらは裏面コピーしてお渡ししますので、はい、あのまあ、時間ある時に目通していただければ、はい、で個人情報の取り扱いについてもちょっとここは割愛させていただきますので、はい、で今日の日付とお名前フルネームでお願いします、はいはい、お願いします。今日4年の4月10日です、はい、でこれで書いてもらうものは最後です。本当僕も説明聞きながらでいいので、ここもチェックしてもらってフルネームでお名前をお願いします、はい、で一番上カスタムパーツ機能等の説明に関してはあの先ほど運動させていただいた通りになりますので、先にチェックお願いします。で保証内容は今あの説明したあの重要事項説明書と合わせて、ハイエースの保証書がこれですね。これ今日届いたばっかりなんですけど、志田さんのお名前、住所、車体番号、ナンバー全部入ってます、はい、これがメーカーのトヨタの保証書になります、はい、あの必ずなくさないように保管しておいてください、はい、原則再発行というのができないものです、はい、一緒に必ず保管をお願いします、はい、でこっちが車の説明書ですね。でこっちに、車庫証明の控えだったり、はい、ETC のセットアップ証明書全部入ってます、はいはい、で2番目の保証内容チェックですね。で今回タイヤ保証はあの説明の上一応省きましたんで、タイヤ保証はなしになってます。なのでチェックお願いします。でこれ今日2枚
お渡しするご紹介クーポンって言って、まあ、今度は柱様が誰か紹介してくれて、その方車買いましたってなったら、3万円分のクーポン券としてこれが適用になります。その紹介してもらった方3万引きで、これが3万分の金券に変わるので、もしパーツで何かじゃあ考えてるものがあれば、そこから3万引いてお出しできますので、ぜひ検討されてる方いればご紹介いただけるとすごい嬉しいです、はい、でこれが紹介クーポン2枚、で最後増し締めですね。これちっちゃいレシートをお出ししてるんですけど、これ何かっていうと、うちの方で出してるデジタルトルクのレシートになってます。1本目から、まあ、24本目まで規定のトルクで全部バーと締め込み終わってますよって正面のレシートになってますんで、これ皆様に増し締めはもちろん完了してますんで、はい、ありがとうございます。でこれがスペアキーと鍵箱をお渡しします。かっこいい。